ねえ、画像認識が信号機みたいになってるんだけど。信号機？どういうこと？ほらこれ、成功したら緑バーが出てくるの。ああこれ、プレートとかで記録した時に自動で作られる画像認識だよね。そういえば自分でプログラムに追加したやつはならないかも。最近の更新で認識後にちょっと待つようにしたんだ。あ、そういえば緑バーが出る分遅くなってる。いや、待たせる機能だから。最近は画像認識が早すぎてアプリ側がまだ反応できないのにタッチしちゃうから。表示されてるのに演出が終わるまで押せないボタン、あいつのことか。今回紹介する2つの設定はどちらも画像認識後に待つだけの機能です。自分で待機項目を足すのと違うの？待つところは同じだよ。強いて言えば待ってる間に成否が表示されるくらいかな。項目数が減るのと信号機が出るってことね。まず1つ目、認識領域の中央をタップでちょっと待ってからタップするようにできます。ん？このボタン割れてたっけ？割ったんだ。左側を押すと成功後の設定枠が出てくるから、ここに時間を指定すると画像認識した時に待ってからタップする。ふぬ。あと細かいチップスとして、成功後の部分を押すと0秒にリセットできるよ。もう一つは第4回で紹介した自動で作られる画像認識の話ね。プレートやレックの自動分割が生成する画像認識も早すぎてアプリ側がタッチに反応しないことがあるんだ。初心者向けに自動で作る項目が役に立たないのはちょっとね。まあそういうわけで 0.5 秒待つようにしました。遅いと思われるかもしれないけど、その分成功が緑バーでわかるし、デフォルトとしてはいいかなと。ん？絶対 0.5 秒なの？いや、オプションにあるよ。生成された画像認識の成功時、前と同じように待たない設定は次の待機を省略にすればいいわけね。あと個別に設定するなら、画像認識の高度な設定、成功時、次の待機で変更してください。あ、こっちもボタンあったのね。まとめて変更したいときはリストで選択して次の待機をして、メニューから一括設定できます。思ってたより早すぎたらこれで上書きしてってことね。裏技じゃないけど、0秒でスキップしてマイナス1秒で設定解除もできます。使う人のいない裏技を紹介されてもね。